皆様こんにちは。えー、南化対策実践解放道場経営上システムですね。の道場の,あの告知というかご説明をちょっとさせていただきたいなというふうに思います。でまあ,あのこの道場ですねあの通常の,、まああの講座ではできないことをですね、まあ、企画的にです、ね、やっていくような、まあ、そういった道場なんですけど、まあ、経営情報システムについてやっていきますと。 でどんな道場なのかというところまあ簡単に言うとですねああのー、まあ、これからこう軟化傾向にやっぱり入ってくるというところで今回の本試験ちょっとやっぱ難しくなるよという予想なのでその難しくなったとしてもまあ、ちゃんとまあ着実にこうまあ6割狙えるような力を養成するよっていうままあまあそういう道場ですねになります。なのでこう難しくなった時で難しくなった時って結構やっぱりこう単純なこうテキストの,あの暗記だけじゃ通用しないんですよね。 テキスト通りのそのまんまのなんかあの用語とかそのまんまのこう流れで出してくれないまあそんな問題がやっぱ多いんですよねそうなてくるとやっぱりちょっとこう応用的な応用問題に対応していかなきゃいけないという風になってきますとで応用問題ってなかなか難しいんですよね単純な丸暗記でやってる人は絶対できないです絶対できないので,でそのやり方そのものがもう間違ってるんですよねで暗記で受かろうとするやり方は絶対間違ってますと でいう時にじゃあどうすればいいかっていうところをこうお伝えしていくようなそんな道場なんですね。でまあ、あのー、そこでやっぱり一つ、あのー、この本試験の何て言うんですかねほの科目もそうなんですけども、まあ、選択肢がありますよと。で選択肢があってで要は一次試験って4択なり5択なりから選ぶわけですね。で適切なものと不適切なものを切り分ける判断するのが あの重要なところで判断できれば適切か不適切かが判断できれば回答は一つに絞れられるわけですね。 それって暗記力じゃないじゃゃなないいですか一切暗記力関係ないですよ覚えてる必要ないですよね一切覚えてなくても理解できていればですねこれは違うことを言ってるとこれはあの正しいことを言ってるっていう判断ができる判断力なんですよねっていう部分が重要になってくるんでそこを要請しないとまあ本試験受かりにくいですでこれはですね他の科目にもやっぱ通用するところかなというところなんでまあこの形状システムでまあまあ私の あの中でですねやっぱりこれがいいんだっていうふうにやりますけど他の科目にもやっぱ通用しますんでそういう意味ではあの相乗効果というかそういったまあ他の科目に通用するような勉強方法のまあ価値みたいなものは出てくると思いますんでまあそれも一つまあ魅力なのかなっていうところですよね。なのでまあ確実にやっぱり受けた方がいい講座なんでまあそれは受けた方がいいんですけどもで今回その計上システムはやっぱりあの難易度の周期でいうとまあな簡単に簡単 いや、要は優しいが2連続来てるんですね。で、大体なんとなくこう。3年周期ぐらいでこう。傾向が変わるようなこう。緩やかに変わるんですね。形状システムって毎,毎年こう。ガクガクこうジグザグになるんじゃなくて緩やかにこう変わってくるんで。だいたい3年間ぐらい同じような傾向が続くんですよ。で、なんでこのままいくともう1年優しいは続くんですが。ですが、やっぱりそこでですね。安心しちゃいけないと。やっぱりもう何。 いや優しいの3年目なのでやっぱまあ難化の難しいという方にやっぱブレるはずなんですよ。でそうなってきた時に、まあ、いやまあやや難しいというところぐらいになってですね、まああの 平2014年とかですね。まあ、その辺の平成26年ですかね。の年度ぐらいの難易度とか、まあ、そういったところぐらいの,あの形に落ち着くのかなっていうのはあるんで、ちょっといやいや難しいぐらいですね。もしくは、もしかしたらですね、その傾向、3年周期の傾向を打ち破って、極端にバーンと難しくなるかもしれないと。でそうなったときですね、それでもちゃんと対応できるって、やっぱ知らない用語も結構出てくるんですよね。 で知ってそうな用語も何か難しくなんか表現されてくるという状態で出てくるんですよ。でその時にですねやっぱり知らなくてもできるなんかやってなかった対策しながらや,んなやってなかった知らなくてもできる取れる、まあ、そういった力っていうのがやっぱり必要なんでそ,のそこってやっぱりあの通常のやっぱ学習というか暗記に頼る学習は絶対できないですね。 まなのでそこをこう要請していくような、まあ、そんな感じになります。なんで結構実践形式でで学習方法もですねやっぱりちょっと単純に問題解いてもらうだけじゃなくてですね、まあ、まあ簡単に言うとですね解説を作ってもらうぐらいの感じでですねしっかりこう説明できるレベルで理解をこう,もう強制的に促していくというような感じですねもう本当にそれを強制的にやっていきますんでまあ そんだけこんだけやればですね、あのー、まあそれは当然まあ理解にあの及ぶだろうなという形ですねそれぐらいをやっていくんで、まあ、特にですね苦手な方は形状システム苦手な方はですねでイメージもできないとで業界にもいない分かんないというところですねそういう苦手意識を感じている方は是非やっ,ぱりやっていただいてでまあ自分なりの解釈で抑えていく理解していくっていうところですねそこがすごく大事なんで まあ難しいものを難しく専門用語とを専門的に解釈するんじゃなくて専門用語をなんか分かりやすいものにイメージ化して抑えていくこれが重要なんでまあ無理のない理解 無理理ののない理解の仕方でかつそのそのレベルの理解って言ってるだけなんで別にそんなに難しいことを要求してるわけじゃないとでそれをじゃあやっていきましょうとこれぐらいでいいんですというところもまあ基準も分かるようになってきますしあこれだけやればいいんだなというところも見えてくるというふうに思いますので、まあ、ぜひそれをやってほしいなというふうに思いますでなるべくなら通学がいいと思います あのー、まあ実際のこれ演習時間も作りますしでやっていくんでまあまあどうしてもっていう場合はまあその通信もありますんで通信デモという形ですけどもまあ一応新橋ですかね新橋と梅田で私も出張で梅田行きますんで、まあ、大阪でも開催しますしという形ですねなのでまあ東京と大阪で、ね、それぞれ開催するんでまあ,あの近いところに、まあ、是非 来てていいただいてです、ね、まあ、通学で、なるべくならっていう形ですね、やっていただく方が効果は出やすいですので、まあ、ぜひですね、考えて、まあ、ご検討というか、をしてみていただきたいと思います。まあ、6月なんで、もう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 すぐ間近なんで、まあ、ぜひですね、早々にちょっとあの検討を進めていただければというふうに思います。じゃあですね、あのぜひ当日お会いできることを楽しみにしております。じゃあどうも、あの今回はありがとうございました。